アーシュレタ軍はアメリカ合衆国コロラド州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,084人であり、2000年の9,898人から22%増加した。軍庁所在地はパゴサスプリングスであり、同軍で人口最大かつ唯一の町でもある。アーシュレタ軍は1885年4月14日に、 コネホス軍西部が分離して、コロラド州議会によって創設された。軍名は、ニューメキシコ州の古いスペイン系一家の課長、J.M. アーシュレタ、及び軍創設当時のコネホス軍、選出上院議員だったアントニオ・ディ・アーシュレタに、ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1355.48平方マイルであり、 このうち陸地は1350.22平方マイル、水域は5.26平方マイルで、水域率は0.39%である。パゴサスプリングスにある、アーシュレタ軍庁舎パゴサスプリングスにある、アーシュレタ軍保安幹部と週刊施設以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーシュレタ軍の地形、緑は国有林、赤はインディアン居留地。 ありがとうございます。